ちの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと砂子田まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。本日のゲストはですね、お二方いらっしゃるんですけれども、陸別町の酪農家の有限会社銀河牧場より村上博子さん、お二人目は番組のスポンサーにもなっていただいてますゼノアック日本全薬工業から津川春彦さんに来ていただきました。まずお一人目の村上博子さんなんですけれども、もう陸別町で生まれ育ち、高校卒業後はですね JA 陸別でお仕事をされていて、でその後町内の酪農家の今のご主人ですねと出会って酪農家のお嫁さんになるんですけれども、その後ご主人の牧場とね、あの他のもう一軒の牧場で共同牧場を作られて、今はですね大きな牧場をやられているんですけれども、ひろこさんは、まあ、ひっこさんって私たち呼ばせていただいてるんですけれども、ひっこさんはですね牧場でもバリバリお仕事をこなしている、他にもですねこう娘さん、お二人の娘さんがいらっしゃるお母さんでもあって、ですごいバリバリでかっこいいっていうところもありつつ、女性らしくて可愛らしい部分だとか、あとお母さんのこう優しい愛情深いっていうところとか、たくさんの魅力がいっぱいある方なので、お話も楽しみにしていてほしいと思います。で2人目の津川春彦さん、津川さんはですねもうずっと私たち収録中ずっと笑いがこらえられないぐらい、あのいろんな準備をしてきてくださったんですけれども、モノマネというか見た目モノマネが得意で、もう興味のある方はぜひこの番組のブログとかを見ていただきたいんですけれども、私たちを常にこう楽しい気持ちにさせてくれるようにいろんなモノマネをして笑わせてくれました。本職はゼノアック日本全薬工業営業さんなんですけれども、熊本県出身で3年前から帯広に来てお仕事をされているということで、ご家族もねみんなで3年前からこちら帯広の方に移住されているんですけれども、そういったことの話だとか、ひっこさんと津川春彦さんの関係がすごく良いというか、酪農家さんと営業さんという関係なんですけれども、とっても仲良しなんですよ。で偶然にも同い年っていうことで、酪農家さんと営業さんとしてもとっても良い関係だなと思っていたので、一緒に出てもらいたいなと思ってお願いしました。ぜひお話の方お楽しみにしてくださいね。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。じゃあのっちさん、はい、こうね先ほど聞いてたひっこさんがね結構毎日お忙しそうじゃないですか。でそういうところにこうねよく伺うことがあると思うんですけど、どうですひっこさん、忙しそうだなと思って見てるとは思うんですけど。いや忙しそうですね。いやだからすごいですよね。忙しい時にしか来ないから本当にのっちは違う一応見計らってきてるんですけど忙しいんですよね。いやだからうちの忙しい曜日を分かっててわざとその日に来てるもんね。いやいやそんなことはないです、そんなことはない。いやけどだっていろんな農家さん回ってるわけじゃないですか。でやっぱそれでこんなにこう銀河牧場でねこうひっこさん走り回ってるっていうか、他の牧場の女性たちに会うこともあるわけじゃないですか。そういうものとまあ比べるあれじゃないけど、でもやっぱり違うなみたいな風に思ったりするところあります？やっぱ本当根は真面目で本当一生懸命やってる感じがするから、それでなんか手助けしてあげたいなってやっぱ自分も思ったりするんで、うんうんうん、そういうとこすごいなと尊敬してます。
ちょっとこれ後々の質問だったんですけど、実際そのお二人関わってなんかこう例えばのっちさんがおすすめしたものとかアドバイスしたことで良くなったこととか牧場にとっても良かったなみたいなこととかあります？ニュートリ？ニュートリ善悪のねニュートリトップ、うん、ニュートリトップ、もうこれはまあ物は何でもいいけど、あの何がこう困ってて、であのこういう風に言ってこういうのを使ってみたらなんかこう反応が良かったみたいな、まあ、ニュートリトップとそれこそネオドリンクだね、うん、まあ、冬の、あ、私2つも使ってます本当。そうネオドリンクはこれはもう、でも私もびっくりしました、それ、ね、2週間ぐらい入れるやつですよね、あの黄色い粉を、粉と液体、あ、あ、液体なんだ、粉なんだ、粉です、はい、ミルクに混ぜてるんですけど2週間ぐらい、粉の方がいいかもね、単価がちょっと高くなる、あ、高いのか、あ、そうなんですね、そう、うち量が量で使うから、うん、もうロボットの方にも入れてるんだけど、ネオドリンクそれ自動に入るよね、そうように、あの会社の方にやってもらってやってるんだけど、うんうん、もう冬は本当欠かせないね、もうそのやっぱその生まれてから2週間ぐらいの間が大事だっていうから、その時に、まあ、抗生物質なんですよね、あれも、あれ違いましたっけ、中鎖脂肪酸っていう、もう簡単に言うと油、まあ、エネルギー上げる、そっか、抗生物質じゃないから、それをでもね、その2週間ぐらい入れてると、なんかでもねちょっとね強くなった気がするんですよ、子牛が強くなるっていうか、下痢になってもぐあのコテンってならないっていうか、そう本当にそうかもね、うん、そう、うちはねもうびっちりもう離乳まで入れちゃうわけ、あ、そうなんですね、もう本当に寒いからエネルギーを上げるために、それもでも冬だけじゃなくて、冬うちはもう冬だけ冬限定で、うん、その代わり、まあ、あれしますし、ね、そうミルクを濃くするとかそういうのは一切なしで、うんうんうん、それだけプラスするだけで、そう全然違う、あ、そうなんですね、うんうんうん、それはのっちさんの提案ですか、いえ違います、善人だね、善人ですすいませんのっちさんの提案でよく、まあ、ニュートリだけだねなんか下痢で悩んでたんですか、そう、もうクリプト、そのクリプトっていうのはですね、そのクリプトスポリジウムという、そういう名前 の、 そのある意味そう菌のお名前なんですけど、例えばその菌が子牛のお腹の中に入ってしまうと、こう具合が悪くなってしまったり、その下痢に、ね、なってしまったりとかして、特にそのこう集団で子牛を飼ってると他の牛にも移っていったりしてしまうので、結構危険なので、こう早く退治しなきゃいけないということなんですけれども、がね、もう結構出るときはブワーって出て、うん、本当にもう自分でもどうしていいか、もう毎度毎度のことなんだけど、どうしていいか分かんなくなるぐらいまでこうなるから、うんうん、まあ、どの牛もバタバタなっていくっていう感じ、うちの場合はその診療に関しても全部自分たちでやっちゃうから、うんうん、もう先にここがねダメになりそうだったら、もう先打ってもう水物をドンと入れて保液してっていう風にやってるから、まあ、死ぬまではいかないんだけど、うん、でも 手間がかかりますよね、だからもうノッチが来るたびに、いやもうどうしたらいいかなっていう話をして、うんうん、まあ、ノッチもあの検査キットとか持ってきて検査してくれたり、うん、そのね、その哺乳瓶とか菌がね、うん、どれぐらい繁殖してるかとか、そういうキットとか調べてくれたり、うん、いろいろこう手伝ってくれてはいるんだけど、うん、まあ、そこまでその下痢になる原因っていう原因のね、うん、その菌数に至らなかったりとかね、施設的に、あ、じゃあもう何が原因か分かんない、まあ、確かにパスチャーとかね、まあそうですね、パスチャーライザーの、うんうん、あの初乳殺菌数、そう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 、うん、の菌数がめっちゃやばかった、へえ、ね、でもそれが原因だったってことですか、いやでもそれでもないかな、だからその他の哺乳瓶とかそのもう使うやつはもう全部すごい低い数値で、うんうん、でもそこからパスチャーも定期的にあの洗剤入れて、うん、もう消毒してるから、ま、何が原因っていう原因が未だに見つからず、うん、まあでもそのちょっとこう具合悪くなったやつにそのニュートリトップやると、まあ、あれですもんね、ドロッとしたものが、そう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 、お腹のグダグダがこう、うん、全部リセットされるみたいな感じだから、うん、だからあれはもう常時外せれない、うんうんうん、カーフ6、あ、でもカーフ6はのち、え6んだよね、はい、それなんですか、それわかんないです、あの卵黄抗体って言って、鶏に、まあ、その大腸菌だったりロタコロナ、クリプト、クロスト、あとサルモネラかな、それの6種類の注射をして、その抗体がその産む卵の黄身のところに集まるっていう性質を使って作った商品で、うん、まあ、その黄身を粉にしたやつです、粉末に、おお、その栄養がいっぱいのみたいな感じってことですか、栄養、そこに抗体が集まるっていうので、うんうん、
でそれ飲ませると、まあ、腸とかで、まあ、抗体ができるってことか、まあ、吸着して出すっていう感じですね。だからそれこそクリプトとかそういうのだと、うん、もうあずっと居座るから菌をそのまとめて出すみたいな。はあ、まあ、そういうのではすごくノッチに相談した。うん、まあ、その原因が、まあ、クリプトって分かって、まあ、こういうふうにアドバイスいただいて、うん、まあ、使うようになったら、まあ、牛は調子良くなってった、うんうん、そう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 、でそういうのがあるとでもありがとうっていう感じですよね。どんなにいいものでも合う合わないってあるじゃないですか。どこの牧場にも そのもの自体はすごく良くても、うん、あんまり思ったほど効果出ないなっていうものってそれぞれあると思うんですよね。そういう中でこうハマった時ってすごい嬉しいし、うん、なんかあだったも続けようと思うし、うん、こういい風になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、だからさ、なんかそういうなんかテンパっちゃうといろんなこう添加剤に頼りたくなるじゃない、うんうんうん、わかる、なんか本当の根本をなんか忘れがちですよね。そうそうそう、だからもう初心だよね。本当原点に帰ってやってれば多分何のこっちゃない、うん、ね、至って普通の便で終わってたのかもしれないけど、うん、ハマるとダメですよね。そう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 、うん、ベッド綺麗なのとか、うんうんうん、何でもね疑問心になっちゃうよね。そう、だからそこから綺麗にしてったりとかしていけばそのあったかいのとかね、そこをクリアしてったら意外とそうでもなかったりすることもあるけど、うんうんうん、もう何ともこう同じような症状でこうグダグダしてると何でも薬薬ってそうそうそう風になっちゃって、何でも薬、もう親もそうだけど、うんうんうん、もう調子悪くなったらもう何でも ね、 ね、薬が効くんだみたいな風に思っちゃうけど、入れちゃいたくなるんだよね。でも意外とそれをね続けてても良くなんなかったりとかして、お金ばっかり飛んでくっていう、そうそうですよね。 そこがね陥りやすいですよね、うん、そういうのって、ね、で特にそのいっぱい牛さんがいると余計に何頭も続けて同じ症状だってなっちゃうと、どうしてもこれ打ったけど効かない、うん、あでもこっちもやってみたけどって言って、よく落ち着いてもどれが原因だで良くなったか分かんなくなったりとか、早く対処しなきゃって思ってるからその気持ちもすごく分かるんですけど、なかなか難しいところですよね。なんか冷静にならなきゃっていう部分と、そうそうなの、そうなの、そこあるあるだね。だ特にそのね、こう気温差と か、 なんか夏のすごい暑い時が続いたとか、うん、なんかそういうことでどうにかしなきゃみたいな風にこうやっていくと、まあダメですよね。だから落ち着いて、なんか冷静にならないとみたいなところはありますよね。本当に本当に、だから薬屋さんに相談してもさ、新しいものを紹介、いやじゃあこれどうですか、あれどうですか、うん、っていう風にしか言ってくれないじゃない、うんうんうん、なんかそこをね、なんか親身にこう、まあ、頼るのも良くないんだろうけど、うん、薬屋さんとかに、いやでもだってね、自分たちのこうもうキャパオーバーになる時だってあると思うので、だからまあ相談もするだろうし、うんうんうん、まあ、逆に相談もしてくるしねあそこがね、なんかいい関係だと思うお世話になってますトカチウーマンフロンティア。ちょっとノッチさんが営業に行くようになった時の話を聞きたいんですけどまず善悪さんっていう会社って帯広に営業所があるんですけど、もともと全国に営業所があるような大きな会社なんですもんね、はい、そんなに大きくはないんですけど、福島県が本社で、まあ、全国に営業所が何個かあるくらいの会社です。それって酪農家に対してみたいなの、はい、あ、畜産、牛担当、鶏担当、豚担当、あと、あ、じゃあもう畜産関係っていうことですね。はい、うん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 、まあ、のっちさんは、まあ、熊本県出身ってことなんですけど、帯広に来る前はね熊本にいたんですもんね。そうですね、はい、で、まあ、移動っていうのがあって帯広営業所に来て、はい、で最初に担当だよっていう風になったのが、まあ、陸別阿蘇路方面だったっていうことですか。のっちさんが銀河牧場に行った時のことの話をちょっと聞きたいんですけど、初めて来た時は全然自分は記憶ないんだけど、さ、ね、のっちに言わすと、ひたすら引き継ぎの前任と一緒にのっちが来て挨拶した時にずっと笑ってたって、自分がね、私がずっと笑ってたってのっちが言うんだけど、私は一切記憶がなくて何に笑ってたかすら分かんなくていや、顔を見てずっと笑ってましたよのっちさんもね、前任者の方からね、ここの牧場のね、奥の牧場はちょっと気をつけろじゃないけど引き続き事故があったんですもんね。そうですね、ここはお笑いにうるさいからっていうのは書いてありましたもうね、仕事だけじゃない、そういうところもねご丁寧に引き継いでくれたっていうことなんですけれども、うん、はい、まあ、そうやってその引き継ぎがあってから定期的に来るじゃないですか、営業に。そしたらその話すことも増えて、とりあえずね、多分覚えてないけど最初からニヤニヤしてたってことは、まあ、何かこうちょっと面白い人なのかなっていうふうに思ったこと、ね、ってことですよね。いや多分そのオバマとかね、真似するノッチにすごい似てて、その第一印象が、うんうん、もうそれに多分すごい受けてたと思うんだけど、うん
なんかそのお笑いに似てるくせに見た目すごい真面目っぽく見えててなんかそのギャップがちょっと多分すごいたまらなく面白かったと思うんで、ね、あ、はいはいはい、でたまたまそんな中で 2,3 回来た時ある日、うん、事務所にいたらのっちが来てしたらめっちゃね、オバマじゃなく、その時はもうオバマじゃなくプロゴルファーのウッズになりきってきちゃったわけ。タイガーウッズ、そうなりきってきたんですか。そう、なりきってきちゃったの。もうドライバーを持ち、自作のキャップをかぶり、髪でナイキの形をかたどりやばい、めっちゃ似てるめっちゃ似てるでしょ。いや、すっごい面白い。め、帽子かぶったらめっちゃ似てますね。そう、もうこれで来たわけ。なんかえ、それってタイガーウッズに似てるねってことは言ったことないんですよね。いや、もう言ってたんだよね。え、次タイガーウッズで来たかって、いや、言われてはないですね自分で考えてきたんだっけ、自主的に。そう、次笑いを取ってなんか考えてきてって期待してるよって言って、しかもね、お笑いにうるさいと言われてるし、そうしたらこれで現れたわけめっちゃ似てるでしょ。めっちゃ似てるやばい。あのナイキの形が逆向いてんのはわざと、菅野通さん応用ちょっとレベルアップしたね。なるほど、あ、そこは自分もアピールだったんですね。菅野来た時はこれじゃないよ、本当にナイキの紙で作ったナイキのマークこれ、あの、ちなみに紙で作ってるんですか。レシートで、あの、マスクしてても似てる。外したら本当にそっくりだから。あ、これで突然事務所にやってきたわけですね。開けないで入り口のドアのとこにただ突っ立ってるだけ爆笑だよね。もう涙流してなんかもう笑ったよね。で、後から北連さんが来たんですね。そうそう、来てめっちゃ焦ってだってうちの事務所は牛舎の駐車場に着いてから、うん、そのこの準備をして、だからもうキョロキョロしながらやったわけ。あ、まあね、いつ誰が来るか分かんないし、完全怪しい人だよね。もう営業マンじゃないよねもうね、それはもう笑ってもらうがためのあれですもんね。そう、別に何かを買ってほしいとかそういうのもなく、ただただこう認められたいというか受け入れてもらいたいという一心でそれ準備したんですよね。これでめでたく受け入れたっていうわけ。ああ、なるほど。そう、あ、来たって感じだったんですね。そうもうね、最初は真面目そうに見えてたし、そうそうそう、ちょっと面白いの期待してるって言っときながら、こうは来ないって思いますよね。めっちゃベール脱いだよね、うん、いやー、それで一気に距離縮まるの分かりますわ。そう、もうこっからもう津川と銀河とあの家系関係がね、そうもうだいぶ結構がっちりになったわけですね、うん、津川って呼んだことないけどね違和感があるそう、これね、みんなに見えないのがちょっと残念だけど、そう、残念なぐらいいいもの持ってますねいえ、とんでもないあ、でもどうですか、自分そのすっごいもう思った以上の反応だったわけじゃないですか。ちょっと締めとちょっとこうその後の対応というか、みんなこう頼ってくれるようになったりとかしました。いや、何も変わってないですただ銀河ポケットに言いやすくなったっていうのはだけど、もうこういうハードル自分で上げちゃったから、うんうん、もうどんどん次からもうやることがなくなってきて、そうですね、そしたら逆に上長に、いや、もう面白くない言われたり最近は面白くないレベル落ちたなと言われます、ね、テンション下がりますよね、こっちもねそう、もう今はね、このコロナ禍だから、もう来たらもういいから帰ってみたいなショック、そうそう、あしらわれてるよ。 LINE で来てもいいですかって書いてある。無理いいです出入りも拒否そう、だからその情緒とひっことそのノッチが仲良くて、うんうん、でたまたま去年仕事終わってから夜北見に走って、うん、そのお寿司を食べよう、うんうんうん、で回転寿司に行って、もう閉店40分前ぐらい、うんうん、駆け込んで、うん、もう怒涛に頼み一気に、うんうん、だもう何も味わうこともなく、もうただただ来るやつをもうがむしゃらに食べて、もう味わかんない勢いでね、あんなに短時間で詰め込んだ回転寿司初めてだと思う、ね、お腹だけはいっぱい、そうこう味わうはあれでもなく、全然もう何も味わえなかったね。もう誰頼んだ、初めてのトリトンだったの。そうそうですもんね、北海道に来たの、そのオビロで始めてたから、そうトリトンはオビロないですもんね。そうだから行ってみたいってずっと言ってて、うん、じゃあ行こうってなったけど、もう時間が時間、うんうんうん、あれは本当笑ったよね。誰が何頼んだかすら分かってないからもう来てもこれ誰みたいなへ、いや、でもなんかすごい楽しいですね、そうやって心開けるような場所があるっていうのは。そうです、ね、回っててもこういいですよね。そうですね、はい。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールでjaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと砂子田まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA 上士幌町からのご案内です。上士幌町は北海道トカチの北部、大雪山国立公園の東側に位置する豊かな自然に恵まれた町です。豊かな自然環境に育まれて生産された牛乳、ジャガイモ、天才、小麦、豆、野菜などの農畜産物を安全安心をモットーに皆様にお届けしています。その上士幌町の農畜産物の中でジャガをお聞きの皆様にぜひおすすめしたいのが肉ごぼうまんです。上士幌町の特産品の一つである風味も味も豊かなごぼうを一年中おいしく食べてほしいという思いから肉ごぼうまんが誕生いたしました。甘みのある上士幌町産のキャベツも使用し、野菜のシャキシャキとした食感が楽しめます。味付けは少し甘みがある優しい味わいでごぼうの風味が香ります。肉厚のもちもちした生地にごぼうやキャベツ、豚肉などの具材をたっぷり入れて、少し大きめのサイズの1個 120g、 ランチのお供にお子様のおやつに、冷凍なので好きな時にレンジで温めて食べられます。昨年の2月に発売されて以来およそ8000個販売するヒット商品です。また肉ごぼうまんと同時に発売したトカチあんまんも好評です。小豆本来の美味しさを楽しむため甘さ控えめで作ってあります。トカチあんまんもぜひ食べてみてください。肉ごぼうまん、トカチあんまんは片原商店 A コープ上士幌店ルピナ、道の駅上士幌、上士幌情報館、帯広市内トカチ村、幕別町木川商店で取り扱いをしています。 JA 上士幌町からのご案内でした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。続きまして、広尾町のサンタマルシェというお野菜大好きな酪農家のお母さんたちのグループからのお知らせです。作った野菜を家庭で食べるだけでは物足りなくて、野菜の直売グループを立ち上げて軽トラによる野菜の販売を始めました。酪農の仕事の傍らでの野菜作り、直売作業ですので大量には作りませんが、珍しい野菜も揃えています。また冬の寒い時期にもハウスでシートをかけて保温しながら作っています。私たちが作る野菜を喜んで買ってくださるお客様の姿を見て、これは野菜だけではなくて野菜を使った加工品も食べてもらいたいと思うようになり、直売開始から1年後に
加工場を作り、野菜をふんだんに使った惣菜、お菓子、お漬物もお客様に提供できるようになりました。ほうれん草のパウンドケーキ、自家産有精卵を使ったシフォンケーキ、煮豆にぬか漬けやサワー漬けなどのお漬物など、どれも無添加で美味しいと評判です。また町内の A コープサンタ村店舗内の直売コーナーにもサンタマルシェの野菜や加工品、そしてコロッケやメンチカツなどの冷凍食品も置かせていただいていて、どれも好評をいただいていますので、広尾町にお越しの際はぜひ A コープサンタ村へお立ち寄りください。サンタ村の住所は広尾町あざ門別630番地の7、電話番号は015589-5577、営業時間は午前8時から午後6時までで、日曜日はお休みです。以上、サンタマルシェからのお知らせでした。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。